1秒たりとも見逃せないすごくいい試合でした。で本当にあのこれぞボクシングということで、お互いに強いバッティングが面白い、本当にあと技術が強い、しんどかったですね、前半。後半はなんかもうあのダウン取ってからはちょっと気持ち楽になりましたけど、まあやっぱ研究してきたんだなっていう感じが前半はあの受け取れたんですけど、まあでもあのそこでどう対処できるかっていうのは自分の、まあ、持ち味というか、まあ、そういう感じなんで、今回もうまくいったなっていう、そういう感じです。